佐々木至る一は、日本の陸軍の軍人、陸士18期、陸大29期、最終階級は、陸軍中将、陸軍切手の中国通で、紹介席以下国民党領収のほとんどと親しく、国民党の革命にも理解をよく示した。人民服の公案、デザインを行ったことでも有名、愛媛県松山市生まれ、広島県広島市育ち、本席は、福井県小浜市。 佐々木徹の長男として生まれる。開校者付属歳尾小学校、広島市中を経て、1902年陸軍士官学校入学。1905年11月卒業。同期に、山下智之大将、岡部直三郎大将、阿南コレチカ大将ら。翌年6月、不評勝位に任官し不評第11連隊府となる。後不評第71連隊の成立に伴い、 提出し、第一大隊第一中隊府。1911年3月、不評第71連隊は満州守備を命じられ、佐々木は、この先発隊20人の一人として、初めて異国の地を踏んだ。同年、初めて陸軍大学校を受験し、初心試験で合格するも、12月の最新試験で、不合格。自信を失った佐々木は、猛古語や中国語を学ぶため、 また入れ上げた芸者のため満州に残ろうと思い、第5師団から満州の独立守備隊に転属した。これに先立つ1911年10月11日、侵害革命が勃発。滅満交換の声は満州にも飛び火し、2月15日、新国革命党員孫立横らが挙兵。佐々木ら第一大隊は、急遽、関東倉庫鉄霊試行守備を命じられ、 粉雪と銃弾の舞う、中警備に尽くした。19日、佐々木は、自らの正体を引き、大島義政の命の元隊、対、終山引きいる馬族の部隊を、武装解除しようとしたが、武力衝突を恐れた、領事館の日本人警察官の懇願もあり、佐々木は独断で武器を取り上げることなく、個別に運搬して、城内を通過させることで円滑に解決させた。このことはむしろ及び、 不正修練隊長の賞賛を受けた。この出来事は青年将校の血を明かせ、佐々木もこれをきっかけにますます中国に関心を持つようになった。また、同じく独立守備隊に転属した道政隊より品通りとして活躍したいなら、陸大を卒業しなければならない、という忠告を受け、発奮した佐々木は1914年11月、三度目の受験にして、ついに合格を果たした。 とはいえ、陸大生徒としての佐々木は、非常に不真面目であり、中国関連の学問以外に一切興味を示そうとしなかった。このことから、同僚や教官から、佐々木猛攻を、佐々木注意三下がり班などというあだ名をつけられた。一時期落第も危ぶまれたが、1917年11月、なんとか卒業にこぎつけた。1918年、陳太を守備軍府 1919年、シベリア派遣軍司令部府、不評第71連隊中隊長を経て1922年、関東重在部官拝命。当時関東は中国国民党の本拠であったため、ここで国民党について研究し、その要人たちと交わり深い関係を持ち、後年国民党2と言われる素地を作った。まもなく、孫文が陳を追い払うと要請を受け、 孫文の軍事顧問となる。佐々木はしばしば孫文の軍用列車に便乗して国民党の戦いぶりを目の当たりにした。列車の中で孫文から紹介席を紹介された。また、人民服のデザインも佐々木の公安に基づいたとされる。在北京日本公司館1924年帰国し、参謀本部第二部第六カ市班長と陸大教官を兼任。 傾倒する孫文と国民党の将来性に着目し、国民党主体の第四革命の到来を予言する論文や著作を発表。しかし当時の陸軍内外では、孫文の評価は非常に低かったため、佐々木は国民党にかぶれたと冷唱され、佐々木、革命はまだ金と揶揄されるなど批判を浴びた。大川周明が主催する人務会の講演で、佐々木が 孫文先生と言ったところ、大川が孫文に先生をつけるとはもってのほかだと批判、言い争いとなったのをきっかけに仲良くなり、その後大川の関係する行事者などから、佐々木の著書が多数出たという逸話が残っている。1924年、病床にあった孫文を見舞う。翌1925年、事態はやがてこの不気味な予言の方向に進んでいった。 何度も中国に出張し1926年9月、中佐に昇進、北京駐在日本公使館府武漢補佐官となる。前任者は、板垣清志郎。後任が、土井原賢治で、武漢は、本城茂る。軍閥を嫌う佐々木は、当時、暗黒軍総司令と称して、北京に君臨していた、調作人のもとに顕著に出向く本城を嫌い。このため、調作人の軍事顧問たちも、 佐々木を嫌った。その頃、蒋介石が総司令になった国民革命軍が北伐を進行し、急行観光を攻略。翌1927年4月に観光した南方革命勢力の実装とその批判の中で佐々木は革命軍による中国統一の期待を記したが、旧世代の品通りたちはこれに悲観的な見通しを述べた。このため佐々木は、 新しい世代の品通りとも呼ばれた。1927年3月、南京事件の直後に南京に進出した国民党のつながりを期待され南京駐在三本府、青ぐつけとなった。この人事は参謀本部情報部長、松井岩根の弟、松井奈々夫の格作とも言われる。陸軍は南京事件の責任を過激分子としての共産派に返すとともに、 恩献派としての蒋介石との提携を模索し始めていた。南京事件で佐々木は破壊力を増す革命勢力を有料、松井岩根から蒋介石に食い入って軍事顧問になれと助言もされたが帰って利用されるだけと拒否。この間、上海に拠点を置き南京を常駐したのはこの年の暮れのことだった。1928年1月、蒋介石が 国民革命軍総司令に復職。佐々木は総司令部に従軍を申し入れ許可され4月、北伐が再開され、北伐軍と共に従軍した。総司令部は日本側との衝突が起こりそうになった場合の連絡役を佐々木に期待した。前年とこの年と二度にわたる日本軍の三島出兵で中国側の敵外心が高まっており、同年5月、日本軍と 国民革命軍が武力衝突。佐々木は両軍の使者となって、停戦の折衝に当たるが途中、中国兵に捕らえられ、防兵と防民に臨地される。小介石の使いになんとか救出されたが、佐々木の中国間に大きな変化が起こったとされる。状況報告のため帰国。佐々木の発言が革命軍の肩を持つような記事に捏造され、新聞記事で出たり、 暴行を受けながら、おめおめ生きて帰ってきたと卑怯者、売国奴扱いをされた。このため天地療養を命じられるが、田代寛一郎品課長から戻ってほしいと要請を受け、南京に戻る。しかしこれ以降、中国側が佐々木との接触を断った。蒋介石は、災難で佐々木を見舞った時、日本軍の行動に強い不信の念を表明し、 日本軍との提携の望みはなくなったと語ったという。佐々木は災難事件の処理をめぐって中国側が飛行の責任を回避しようとするならば日本として武力に訴えて幼稚する以外にないと強行論を愚心したが交渉から排除された。こうして日本では革命軍の回し者であるかのように抽象され中国では不信極まりない日本陸軍の回し者として無視され 礼遇された。目覚めた中国は必ずしも自身の期待に応えてはくれず、その失望から中国1928年超作林を除去すれば満州は革命の土涛に巻き込まれ、それまで無関心であった日本国民も満州問題の重大性に気づくだろうと、川本大作に超作林爆殺のアイデアを吹き込んだと述べているが主張を裏付けるものは何もない。 1929年4月、不評第46連隊府。1930年8月、大佐新九1931年、豊橋の不評第18連隊長だった10月、10月事件では、各地の同志への連絡役を務めた。憲兵隊の取り調べを受けたが処分の対象とならず、1932年1月、第1次上海事変の勃発で、同年に 同年のうちに、第九師団参謀長を経て12月、関東軍司令部府満州国軍西部顧問に命じられ、新国家、満州国の満州国軍創設に関わる。最高顧問は、ただ旬であったが、あと板垣清志郎に交代し1934年12月、板垣の後任で、佐々木は、満州国軍西部最高顧問に就任した。百三十五年三月少々。 1937年8月満州を離れるまで満州国軍の育成に心血を注ぐ。それは佐々木にとって中国軍に関する研究の成果を見せる必成の事業であった。日中戦争では1937年12月、第16師団の不評を第30旅団長として南京攻略戦に参加。陥落後の南京では警備司令官。1938年3月、 中将に進級、独立混成第三旅団長、品派県憲兵隊司令官の後、姫路に復員した第十師団長に、親、退役後、大連生が裏に住み、満州国境和会理事、1945年7月召集され、第149師団長、終戦後、満州で、ソ連軍に捕らえられ長きに渡りシュベリア抑留となる、その後中国に引き渡され、 帰国も間もないと思われた1955年、中華人民共和国の武純先般管理書で脳内出血のため没、去年69、著書が多く、特に南京攻略戦時の戦闘記録を記した文献は南京事件論争で必ず引用されることでも知られる。戦術作業の決心の理由を立った産業藩しか書かなかったことによる。命名者は多門二郎。 荒ラケイチ、南京事件日本人48人の証言佐々木、P12 佐々木、P18 佐々木、P22 佐々木、P31、戸部良一、日本陸軍と中国、シナツーに見る夢と砂鉄交談者、92、152、153ページ、佐々木死体の作戦地域内に遺きされた中国軍兵士の死体は数万人にも上ったとされる。ありがとうございます。